盛り上げようということで始まりましたチェケラーボ。今回は私のお友達のゆうちゃんに来てもらいました。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆうちゃんは OL さんなんですけれど、自分で独学で GG をやっているっていう、はいはい、そうですか。 YouTube 見て GG 進化学んでます。そうですよね、はい、どうですか、やってみて。合ってるかどうかわかんないんですけど芯に当たったらなんか合ってるかなって。あ、そんなゆうちゃんなんですけど、フジモンティに教えてもらおうと思って、はい、フジモンティは地方とかもどんどん行っていろんな練習場でお客さんを見ているので、はい、今回千葉のナワラロイヤル、ここでレッスンをしているので、その一枠いただいてちょっとゆうちゃん見てもらおうと思いました。ということで来ました。はい、はい、ではフジモンティにレッスンしていただきましょう。はい、それではチェケラー。じゃあ早速、はい、フジモンティのところに行ってみましょう。行ってみましょう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。お久しぶりですね。お久しぶりです。ゆうちゃんなんですけど、はい、ゆうです。ゆうさん、お願いします。よろしくお願いします。独学で自分でやってるんです、はい、GG スイング見てます。なるほど、はい、いいですね、今日は、はい、レフティーですね。そうなんです、レフティーです。またまたこうちょっとインパクトありますね、レフティーというところ。どのぐらいゴルフはやってる経験としては。1年は2年目。2年目、おお、じゃあまだまだね、ゴルフで言った初心者のね、その段階ですよね。初心者さんなんですけど、GG って結局なんかすごい難しそうみたいな感じで、初心者って結局できないんじゃないみたいな感じを持ってる方もいると思って、はいはい、だから今回初心者の方連れてきました。でもインスタで見る限りはものすごい迫力のあるね、あ、こう力強いスイングを使ってるなって。物理です、物理です。もともと野球やってた。野球やってたんですか、はい、野球男性ガチ野球をやってました。なるほど、はい、左打ちの野球選手が。それはどのぐらいされたんですか。野球は15年ぐらい、小学校から。マジです。野球とか、まあ、ゴルフを始めるにあたって間違った方向に行かなければ、それはかなりプラスになっていく。レッスン受けるのは初めてです。初めてですか、はい。そうなんですね、はい、練習来た時にどんな感じで練習されますか、普段は。クラブとかは。クラブはまずピッチングから。ピッチングから、そうですね、うん、まあ、短いクラブから徐々にこう大きくしていくというのが、まあ練習の基本的な、ね、やり方なので、まあちょっと見させていただくので、ちょっと何球かピッチングから打っていきましょうか、うん、はい。まずはそのまっすぐがどこかっていって違うことが多い。みんなこう打席がセンターに集まってるわけじゃなくて、ちょっとずれたりしてることが多いので、まず打席に立った時に必ずまあ後ろから見て、でまっすぐの段を絶対自分の中でこう作ったり、これがね、練習場で一番初めにやらないといけない。一つの目安っていうのが良くなくて、手前の100ヤードの右のピンよりもちょっと左かなっていうぐらい、まあ大体でいいです、大体そのラインぐらいかな。打席だった時も絶対基準値がないって言ったので、それに対してボールが
例えば右に引っ掛けてるのか左にプッシュしてるのか、それを絶対にこう確認しないといけなくて、そうしないと自分がどういう球になってるか、本当にまっすぐ行ってるのか行ってないのかっていうのも分からないので、ただなんとなくね、こう皆さん練習した時にこうまず絶対それを確かめるというのが、はい、大切な、ね、練習するためのポイントなので、はい、ちょっとそういうところもまず目標方向に。はい、はい、うん、今のボールって、はい、例えばじゃあまっすぐのラインに対してどういうふうにボールが出てどう曲がっていったかって自分でこの打席から分かりますか？こういってそう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 、なんで今のはどういうボールかって言ったら、はい、プッシュボールがその出だしのこのまっすぐのラインに対してちょっとボールが左に出て、でそこからこう右に戻っていく、まあ左の方で言ったらちょっとねフック系のボール、これはなんとなく分かってでもそういうのをね分かっておくっていうのもね大事なんで、これが言えばまっすぐのラインですね。でそれに対してボールが今ではプッシュしてるのか、こう引っ掛けてるのか、ね、こっちがプッシュでこっちが引っ掛ける、そうそうそう、でそれを絶対にこうボールの出玉がこのまっすぐのラインに対してどっち側に出てるかっていう、はい、でそこからボールがこう重力によってどちらかにこう曲がっていく、まあ、ボールの曲がりって飛行機と同じなんですよ。こうねまっすぐ串刺しにされてて、でこの軸っていうのが傾かずに飛んでいけばボールはまっすぐ飛ぶんですよ。でこのボールの軸っていうのが例えば飛んでいく際にこう傾けばボールはどん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 、よくサイドスピンとか言うんですけど、そんなことっていうのは実際には全くないんですよ。ボールがサイドにスピンがかかるっていうことはなくて、ボールっていうのは基本的にはバックスピンしかかかんないです、こういうバックスピンの運動でしかなくて、それがちょっとこっちに傾いたりこっちに傾いたりすることで最終的にボールが曲がっていくと、まあ、これはまあ豆知識ですけど、はい、まあ、そういうのはちょっと知っといてください、はい、その原理っていうところもね知っといてもらって、はい、だからまあ基本的にはだからボールが多分プッシュなんでしょうね、はい、プッシュして曲がってくる球なんだとは思います、はい、うん、OK、じゃあちょっとクラブ長くして7番でいきましょうか、はい、実際スイング動画を撮影します、はい、皆さん動画を撮影するときは必ず固定の三脚を使ってください。はい、高いんですか？これも安いです。100円ぐらいです。これは何？100均です。100均。嘘です。なんで固定じゃないとダメ？はい、まあ、なんとなくね動画だけを見るだけだったらいいんですけど、はい、まあ、今はこうアプリとかで線を引いてチェックしたりできるじゃないですか、はいはい、で大体皆さんブレちゃうんで、ブレちゃいます。でそうすると線を引いてるのが全く意味がなくなっちゃうんです。固定でないと。なので絶対にちゃんと固定で撮るっていうことをね必ずお勧めします。まあ、線を引いたりする場合はそういうアプリがそういうアプリがあるんで、まあ、僕がこうスイングをチェックする際は、はい、まあ、特にねこうプロなんでそういうのを線を引いて、はい、実際そうしないと目安がわからないんで、なんでちょっとやってみてください、はい、皆さんネットで買いましょう。そう買います。そう、三脚を買ってね絶対やること。おお、ナイスドロー、飛ぶね、素晴らしいね。ちょっとここ今のミスって出ますか？大きくポーンとプッシュしちゃうミス、時々出ます。これもね、はい、なんか一回出ると治らなくて結構頻繁に出てしまう。なるほど。また出た。今のも？はい、今のプッシュ。ゆうちゃん今日引っ掛けっていうより左
左に行きます。だからね、多分やってるから右に行かなくて、多分ね、どっちも出るんでしょうね。あ、どっちもそうですね、うん、出ます。まだそのスイング自体が安定してないから、はい、いろんな球が出るんでしょうね。はい、体も柔らかくて。いいですね。右辛い。スウェー、スウェー、ね、うん。おお、ナイス。ありがとうございます。どう、ゆうちゃん、今日の調子は？どうですか？どうでしょう。でも、ちゃんとウォーミングアップしない割には、まあまあ。まあまあ、はい。いつももっと、ピッチングとか小さい番手で結構何回か打って7番に行くので、でもなんか自分の感覚としてはまだ芯に当たってない感じがします。本当にね、あの、はい、確かにいろんな球が出そうな、はい、あのスイングはね、暴れちゃう。だからあの、まあ、ちょっとこうやって実際ちょっと見てみましょうか、はい、でまあこうやって線を引きます。はい、この動画が良かったなと思った方、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。自由だ。それではチェキだー。